皆さん法学部行ってみたいと思います。本日の英文法は正語と4択、合計11問行ってみたいと思います。もちろん皆さんは1問ずつ解いていただいて、そして解説を聞いていただくんですが、その中で出てくる大事な情報、それは最後にまとめますからね。皆さんは解くこと、そして解説を聞くこと、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。それでは説問の指示の一読をお願いします。ネムさん、問いの1番お願いします。これ怪しいのは下線部 C のフィッチですよね。皆さん、関係代名詞を見かけたら、まずは右側の文型ですよね。それの確認が最優先でございます。そして皆さん、見ての通り B 動詞がございますので、前後は SVC ですね。つまり第二文型で文型完結しております。ですが、皆さん思い出していただきたいのは、皆さん関係代名詞フィッチの右側は不完全な状況になりましたよね。つまり主語がないような状況がフィッチの右側でございます。ですが、今回は後ろ完全な状況でございますので、ひとまず正解は C ですね。で、皆さん、この後ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、皆さん、フィッチの右側こう完全な状況になっておりますので、じゃあ皆さん、この関係代名詞を使って後ろ完全にするためには、フィッチの左側に前置詞を置けばよろしかったですね。で、皆さん、前置詞プラスフィッチの右側は完全ですからね。じゃあ皆さん、どういう前置詞を補いますかと言われたら、皆さん、ここに熟語が隠れてますよね。 Be confronted with、 うにゃうにゃに直面している。そうです、そこの with を使っていただけますとよろしいかと思います。ですから、皆さん、フィッチの左側に with を置いてよろしいかと思います。では続いて問いの2番お願いします。これは下線部 E のこの前置詞 of がヒントですよね。そうです、前置詞の後ろは名詞になるはずなんですが、皆さん見ての通り形容詞が並んじゃってますよね。ですから、ひとまず正解は下線部 E。 じゃあ皆さん、このあたりを名詞に直すとなると、もちろん incompetence and immorality、 これでバッチリです。では皆さん、問いの3番お願いします。皆さん、これは間違ってるところなさそうですよね。皆さん、文末これですね。私が起きるまでには、私のお父さんはすでに職場へ向かってるんですね。ですから、朝に私のお父さんを大抵見ることはありません。ですから、正解は F ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの4番お願いします。これは皆さん見つけやすいですよね。 horrify、 怖がらせる、つまり感情を示す表現ですよね。で、その感情を示す表現を見たら、主語を確認するということでよろしかったかと思います。で、もちろん感情を抱く人間が主語だったら過去分詞でいいんですが、今回は人ではないですね。ですから、過去分詞ではなく現在分詞、つまり ing に直せばよろしいですね。ですから、horrified を horrifying ということで、正解は下線部 A ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いての説問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの1番お願いします。皆さん、これ空所の左側の opposed、 自動詞、他動詞、大丈夫ですよね。皆さん、これは be opposed to、 そういう表現で皆さん見かけることが多いかと思います。受動態になってますよね。で、受動態になってるということは、そもそも他動詞ということでございます。ということは、皆さん、後ろ目的語、ちゃんと存在してますよね。ですから、前置詞はいらないわけですから、正解は E ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番、お願いします。皆さん、これは空所の前後で有名な熟語になってますよね。もちろん正解は D ですよね。 Dance to the music、 音楽に合わせて踊るんですね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの3番お願いします。
そこで空所の左側、visit が自動詞か他動詞かでいけそうですね。もちろん、訪問したよ、どこということですので、他動詞。ですから皆さん見ての通り、後ろに目的語がいますよね。ですから正解は、いいということでよろしいかと思います。では皆さん、トヌ4番、お願いします。これは accounts…で熟語が成り立ってますよね。そうです。accounts for ですよね。うにゃうにゃの説明となる。うにゃうにゃの原因となるという意味でしたね。ちなみに皆さん、早とちで on account of、ちょっと B を選んでしまった方いらっしゃるかと思いますが、on account of ですからね。今回は三人称単数の S がついておりますので、正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、続いての説問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの1番お願いします。皆さん、まず選択肢の C の時制がちょっとおかしいですね。皆さん、これ選んでしまうと、had improved ということで、過去完了。で、後半は見ての通り、現在完了形ですね。ですから、過去完了から現在時制へいきなり飛べるかっていうと、過去をすっ飛ばしちゃってますよね。ですから、時制の側面から選択肢の C は×ですね。で、あと皆さん、空詞の右側、improved hygiene ということで、名詞になってますよね。ということは皆さん、接続詞の since ですね。この後ろに名詞だけは置けませんから、E が×。で、あと皆さん、残った選択肢は全部前置詞でございますので、これ以上文法的には削れませんからね。ですから最後は意味内容上で判断していただいてよろしいかと思います。で、皆さん空詞の右側読んでいただいてわかるかと思いますが、衛生状態が改善されてますよね。だからこそたくさんの病気がエリミネート、取り除かれております。ですからどうやらこちらが原因、そして後半が結果ですよね。つまり原因結果の因果関係ということですから正解は A ですよね。もちろん選択肢の B はうにゃうにゃにもかかわらず、そして選択肢の D はうにゃうにゃの場合、もちろん因果関係とは全く違いますので、B と D を×にしていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの2番お願いします。まず選択肢の C と D ですが、これ皆さん否定の副詞ですよね。で、皆さんそれを文頭に持ってくると統治が起こるはずなんですが、皆さん見ての通り統治が起こってませんよね。ですからまず C と D を×にしますね。そして皆さん次に選択肢の A を見てくださいね。もちろんそれを選んでいただきますと文頭に名詞が来ますので主語でございます。で、皆さん主語三人称単数形ですよね。そうすると、それに対する動詞はどうなってんのかと思いますが、もう見ての通りでございます。take。三単元の S がないので、選択肢の A はダメですね。で、あとは選択肢の B か E かということですが、空所の右側の man は当然加算名詞。数えることができる名詞ですよね。で、当然その加算名詞につながるものと言われたら、選択肢の B の few ですよね。これが不可算名詞だったらリトルでよろしいかと思います。ですが今回は加算名詞ですので B が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、トヌ3番お願いします。皆さん、これは空詞の右側の表現とセットで有名な熟語ですよね。そうです。選択肢の B の do ですよね。お願いがあるのですが、ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは関係詞の後ろですね。関係代名詞の後ろは不完全。関係副詞の後ろは完全。そして前置プラスフィッチ、フームの後ろは完全。これがまず大前提となってました。ただ皆さん、このあたりをご存じない方ですね。解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてよろしいかと思います。そして2番目、感情の分子。それを見た場合は、主語に注目。それがまず第一ステップということでよろしかったかと思います。
先ほどの問題ではホリファイが問われてました。で、もちろんこちらの動画もすでに存在しておりますからね。そして3番目は pores。後ろは HUB。そして多動詞ですね。で、それを皆さん受動態に直すと、まずは目的語に当たる部分を主語に移動。で、皆さん前置プラス名詞は動かす必要性がないですからね。そのまま下に移動させていただけるとよろしいかと思います。そして4番目、dance the music。もちろん dance to the music で音楽に合わせて。そして5番目 account for うんたらかんたらの説明となるという意味でございました。そして6番目このあたりは前置詞なのか接続詞なのかの判別ですね。このあたりがよく問われますよね。もちろんこの違いも押さえておく必要性がございますので、解説動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。サムさん改めてご覧になっていただいてですね、もし知らない情報がございましたらこの後ノートを取っていただいて、でノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで、参考になさってください。